たー！食った食った！いつかぶりの飯はまた格別だ！命を救っていただいて恩を返さぬなど。久しぶりだね、白野さん。7年ぶりだからな。見違えたよ。白野さんは剣士たちの鏡だ。剣の力は剣豪キングに続くと言われてる。ここだけの話さ、俺はそいつと一度戦ってみたいと思ってんだ。それが狙いだったのか。竜の角笛は分かるわね。私に戦わせてくれないか、ドラゴンと。白野さんはこの町のために死ぬ気なのよ。クズが。言ったろ、飯のご恩は命に変えても必ず返すって。